おはようございます。3月25日木曜日、朝の7時50分です。ここは東北道下り、羽生パーキングです。今日の予定は、昨日大井ふ頭で積んだ4パレットを、栃木県栃木市岩船町で降ろします。その後は、埼玉県松伏町で28ケースを当日相模原午後3時までに納品で、最後に、鶴見区、横浜鶴見区でメッシュパレットの積み置き、これは翌日東京中央区です。ということで忙しいです今日は。はい、気をつけていきたいと思います。はい、8時50分、岩船町完了です。フォークリフトで自分で下ろしました。次、埼玉松伏町高速で行って90分ぐらいですね。はい、お疲れ様です。10時50分松伏積み館です。荷主さんからコーヒーもらいました。ありがたいですね。なかなかないですね。荷物は段ボールケース27個、大きい段ボールケースですね。まあ一辺が80センチぐらい、この信号を左です、 80×80 ぐらいのでかい箱が27個です。相模原3時までに納品ですね。行ってまーす。お疲れ様です。午後2時30分相模原完了しました。多分あれだな、
バイクのデリバリー用の箱、うん、そんな感じでしたね。次は横浜鶴見区で積み置き、明日の午後中央区なんですけど、午前中は区から乗り換えて他の仕事を、午前中の他の仕事を、5時30分、積み地に荷物できたかどうか電話したら、どうも積み場所がそこじゃないらしくて、指示書の住所は住所通りのところに電話したんだけど、そこじゃない、うちじゃない、うちじゃない、うちじゃないっていうことで、多分本社だよっていうことで、本社近くなんだけど、まあ近くっても15分ぐらいかかるけど、本社の方に移動します。指示書が間違っておりました。はい、お疲れ様です。6時20分、鶴見区、横浜鶴見区で積み缶です。まあ、ケーブルの入ったカゴ、キャスター付きのカゴ1個なん400キロぐらい、そうだね、300キロぐらいはありそうですね。それ5台です。で、これ明日の午後1、東京中央区です。で、明日は午前中を乗り換えて別の仕事ですね。午前中、はい、会社戻ります。